こんにちは、ニケです。今日は芸能人たくさん訪れる韓国食堂に行きます。バンタンに、東方神起に、ハンソヒに、数えきれないぐらいの芸能人が行ってます。一人でも行ける場所だし、日本語メニューもあって、日本人も多く訪れている場所だから、韓国初心者でも安心して行けます。なので、韓国で芸能人が行くようなお店に行ってみたい、推しが行ったお店に行ってみたいっていう方はぜひ参考にしてみてね。だから動画の最後にお店の総評結果を正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。それでは、カジャー。ということで、今回行くのが、カンナムのチョンダムにあるお店で、ヨンチョンヨンファっていうところ。外観のこの入り口のドアもなんか壮大感あるし、綺麗そうなお店っていう雰囲気もあります。では早速入店していきますか。真横でお肉解体ショーしてた。多分牛だと思うんだけど、これめちゃくちゃでっかいし、壮大。迫力満点。迫力満点の席に座ってる。ということでメニュー見ていくんだけど、ここは韓国の国産牛であるハヌ。それがメインのお店になってます。だから芸能人はハヌの焼肉を食べに来てるんだと思う。そしてハヌのユッケビビンバが人気です。そしてメニューにはこのように日本語書いてます。なのでどういった料理なのかはわかりやすいんじゃないかな。ということで観光客からも人気なユッケビビンバ今回注文します。お店も広々と。していて、お店の柱があるんだけど、その柱に芸能人のサインと下に写真が貼ってあります。思ってた以上に芸能人来てます。このサインの数を見る限り。バンタンはお店の入り口に飾ってあった。メンバー全員いました。じゃじゃーん。まずはおかずが6品来ました。おかず一つ一つの量もある程度は入ってるし、お腹いっぱいになれそうな雰囲気を感じます。じゃじゃーん。メインも来ました。ハヌユッケビビンバです。これは、テンジャンチゲ。ハヌユッケビビンバ注文したら一緒についてきたテンジャンチゲ。テンジャンチゲはちょっと色が濃いめです。そしてハヌユッケが贅沢に大量に使われています。そして野菜だったりごまがかかってる。お米とは別々で分かれて登場したので、このお米を使ってユッケビビンバにしていきます。お米ちょっとずつ取ってユッケと絡めて食べるっていうこともいいかもしんないけど、ユッケビビンバ、お米をパッてユッケの方に入れて食べるのがいいと思う。お米はそんなオイリーさとかは別にないから、普通のお米だから、一気に全部入れて混ぜるってなると大変になると思う。だからこんな感じでちょっとずつお米を入れます。ちょっとずつ入れて混ぜて、そしてまたちょっとずつお米を取ってこれを混ぜてってすると、お米が全体的にユッケと絡みやすくなるんじゃないかな。そして僕はお米すべてを入れるんじゃなくて3分の1ぐらい残しました。というのも比率がお米の方が多くなるかもと思って、とりあえず3分の1ほどはお米残したままです。混ぜたら普通にそのまま食べたりでもいいんだけど、ここにキムチ大きいのがあるから、キムチと一緒に合わせて食べるっていうのもかなり美味しいんじゃないかな。あとそこまでオイリーさっていうのは見た目からもちょっとわかるかもしんないけど、そんなにはないからサパサってしているなって思えば、チゲのスープをほんのちょっとだけお米の方にかけたり、スプーンをチゲのスープでこう濡らしながら食べるっていうのだと食べやすくなります。ってことでもう早速いただいてるけど、チャーモッケスミだ。またまた今回ハヌユッケのビビンバを食べてるんだけど、ここのお店は日本語のサイトとかでも紹介されてて、観光ブックにも載ってるみたいなことも聞いて、なので日本人の方にとっては知ってるっていう人多いかもしんない。そんな韓国初めてでも行きやすいお店、そこに芸能人がたくさん訪れてるっていうのは、やっぱり芸能人がたくさん集まるチョンダムエリアだなって思った。じゃあ早速味ってどんな感じなのっていうのを説明していくんだけど、お肉がやっぱり大量に入ってるじゃないですか。あれは結構だいぶ贅沢だなって思ってて、以前紹介したことがあるトンデムンの隠れ家みたいなとこにあるハヌユッケビビンバ紹介したんですけど、そこよりお肉の量はあった。量が多いから結構贅沢にユッケビビンバ食べれたなとは思ったんですけど、ただトンデムンの方が一つ一つの厚みだったりお肉の大きさっていうのがあって、お肉を食べてるっていう、ユッケなんだけどこれはお肉をしっかり味わえてるって思えたのはトンデムンの方が強かった。量を取るか一つ一つの質を取るかの違いになってくるかもしれない。
結局どっちも幸せなほど美味しいんだけど、他に違う要素って言えば、トンデムンの方は特に今回みたいにおかずが大量に出てくるとかはなかったんだけど、このお店は天ジャンチゲだったりおかずが6品出てきて、かつカジュアルさっていうのもこっちの方があって入りやすいかなとは思います。値段は 21,000 ウォンっていう約2,100円、ちょっと値段は高めなんだけど、気軽に羽根焼きビビンバを食べたいっていうことであればこっちの方がまだ入りやすいかなとは思います。あとこっちには天ジャンチゲあって、この天ジャンチゲだったりおかずが結構美味しかった。天ジャンチゲはピリッとした辛さを持ってて、色が濃い分味もかなり出てた。あとは長ネギ切ったやつがたくさん入ってたので、個人的にその分は結構好きでしたね。ネギ好きだから。納豆も入っているからその分コクも出てて、天ジャンチゲがだいぶ今回美味しかったです。おかずの合い付けも素晴らしいし、キムチちょっと強めの辛さだから、ユッケビビンバと一緒に食べるのだいぶおすすめだし、格的はシャキシャキっとしていて野菜の甘みも感じやすい格的だったから、レベルは結構高いなって思った。この食堂、お店についてなんだけど、このお店24時間営業です。だから夜でもいいし朝方でもいいし朝ごはんでもいいよね。さすがにチョンダム周辺でホテル取る人ほぼいないかなと思うから、ランチに来ることになると思うけど、24時間営業だから柔軟に行きやすいなとは思います。そしてもちろん一人でも OK、 僕も一人で入っているし、韓国の方も3組ぐらい一人で来てる方いたので、一人のお客さんも歓迎のお店です。あと日本語メニューあるから日本人も来ると思います。だからこの日は平日のランチだったからか見かけなかった、いたかもしんないけど僕は見かけなかった。そして羽根焼きビビンバ今回注文してて、ランチの中で特別高いんだけど、他のメニューは普通の価格だなって思えるようなメニューだったから、韓国の会社員の方々も通常ランチで来やすいんだなとは思いました。だからお昼帯めちゃくちゃ人来ました。じゃあそんなヨンチャンオハさんのおすすめポイント今回も3つまとめます。まず1つ目が贅沢に大量にユッケ、結構量あったから本当に贅沢だなって思った。二つ目のポイントはハヌを使用しているっていうところ、普通のお肉じゃなくてハヌっていうところで柔らかいお肉を体験できましたね。最後に三つ目のポイントは推しが行ったお店の気分に浸れるっていうところ、ハンソヒも行ってたし、バンタンも行ってたし、チャングンソクもいたし、東方神起もいたし、推しの聖地巡りにも良さそうですね。じゃあ今回も味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。では発表すると、味5、コスパ4、接客3、清潔感4、総評結果は星、友達に紹介したいレベルでした。僕ハヌのユッケ結構食べてる気がするんだけど、ハヌの焼肉食べたことなくて、どっかでこれは一回食べて動画にしたいなって思います。ただ一人だとだいぶ贅沢だから、悩ましいところ。一人で羽焼肉する人いるか調べてみよう。チャームゴッスミだー。ということで今回はカンナムにあるユンチョンヨンハさんのご紹介でした。推しと同じご飯、芸能人たくさん来てるからね、そういった推し巡りもしやすいと思います。あとはチョンダムの近くっていうので観光地です。なのですごく行きやすいかなって思うので、ぜひランチで活用してみてください。ちなみに韓国はこの動画が上がってる時もそうだと思うんだけど、ただいま絶賛梅雨です。大量に雨が降るんだけど、ここら辺チョンダムとかアクジョンとかって坂が多いんですよね。だからものすごい水の流れが激しくて、なので梅雨の時期にチョンダムとかアクジョンとかカンナムら辺ですね、訪れる方は雨気をつけてください。僕もでっかい水たまりにはまってしまったんで、水たまりに気をつけてくださいね。ではご視聴誠にありがとうございました。お店の詳細情報は概要欄に書いてあるのでぜひチェックしてね。行ってほしいお店、食べてほしいものなどがあればコメント欄にどうぞ。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。にょーん。